優しくてみんなの味方のゴリ先生。しかしある日、そろばん妖怪たちの呪文によってキングゴリに変身させられてしまいました。キングゴリは計算が遅いと怒ってばっかりいます。キングゴリを元の優しいゴリ先生に戻すためには5人のそろばん戦士が揃わなければなりません。そろばん戦士は普段は普通の小学生なのでなかなか見つけられません。ただそろばんの技をみんなができるようになると変身して姿を現します。5つの技を覚えて元の優しいゴリ先生を取り戻しましょう。彼の名前はタスク。得意な計算は足し算。みんなが5になる足し算を成功すると足し算ブルーに変身してくれます。しっかり練習しましょう。はい、それでは3の足し算を練習していきます。まず2足す3です。まず2を足します。次に3を足します。下をよく見てください。2つしかありません。困りました。そしたらすぐ上の部屋、5の部屋を見てください。5の部屋が空いています。閉まっています。5の部屋が空いているときは5よりも小さい3は足せます。ですが2つしかありません。困りました。困ったときは変身と覚えてください。困ったときは変身です。まずやり方として2を足します。次に3ですから2足す3は12345です。5です。5の形に変身をさせます。ルールが2つあります。足し算の変身の仕方は上から下です。上から下に変身。足し算は上から下に変身です。上から下に変身です。あともう一つが2回で変身させます。変身です。変身です。2回で5に変身です。それではやってみます。まず2を足します。次に3を足します。ですが2つしかありません。困りました。上をすぐ上を見てください。5の部屋が空いています。5の部屋が空いているときは5よりも小さい3は足せるんだ。2足す3は12345。 5の形に変身させます。変身の仕方は2つルールがあります。上から下に変身、2回で。上から下に変身、2回です。上から下に変身です。5の形に変身させます。変身です。次に3足す3です。まず3を足します。もう一度3を足します。しかし下は1しかありません。すぐ上を見てください。5の部屋が空いています。5の部屋が空いているときは5よりも小さい3は足せるんだ。3足す3は、そう、6です。6の形に変身させます。上から下に2回で変身です。6の形に変身です。最後に4足す3です。まず4を足します。次に3を足します。下、困りました。そしたらすぐ上を見ます。5の部屋が空いています。5の部屋が空いているときは5よりも小さい4321は足せます。4足す3は、そう、7です。7の形に変身させます。ルールは足し算の変身は上から下に2回で変身です。上から下に2回で変身です。7に変身です。